今なら100円で今ならついてくれ今なら100円で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 はい、今日も素晴らしい歌から、実況が始まりました。杉山さんよりお手紙をいただいております。松本へ、任天堂の素晴らしさを伝えたくてお手紙しました。でも残念、書ききれない。詳しくは公式ホームページペイ。杉山より、公式ホームペイって書いてありますね。ということで、ちょっと待ってくださいね。任天堂をホームページと、楽天とかなんかいろいろ出てますけど、ホームページ。なんでホームページがこんなに下なんだよ。はいはい。ああ、マリオゴルフとかね。ああ、ゲームプログラミングするやつね。あと 3D マリオ。色鮮やか。スカイウォードソード。マリオゴルフ。なるほど。はい、杉山さんに言った通り、公式ホームページチェックしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？あ、ゲーム券ももらった。ありがとうね。このゲーム券で任天堂のゲーム買ってください。お金があるから、まずはお着替えタイムといこうか。はい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 。みんなの欲しいものを一旦チェックして、でもお金がたくさんあるんで、これ全員分買えそうですね。水玉の衣。似合うかな？寄り道せずに変えただけ偉いですね。着る。一応ホークスカラーになりましたね。そして、レザーのローブ。これは似合うんじゃないか？おお、渋いですね。このホークスカラーにしましょう。あんま黄色いレザーって見たことないですけどね。あんま見たことない。赤い革ジャンとか青い革ジャンなら、着て歩いてる人、街で見たことありますけど、黄色はなかなかないっすよね。よいしょ。このフライパンはなんか毒々しいですね。魔女が持ってそうな感じのフライパン。そして、ハリー・ホーク。かっこ、井出さんは、セラミックのダガー。おしゃれですね、模様が。では、前回、王様が、落ち着きの実を取ってきてほしいということなので、あの二人の喧嘩を止めに行きましょう。河原田くんと、誰だっけ？隣の国の王子役の方の、すごい修羅場だったね。河原田さん切れてたね。あ、古谷王子ね。ちゃんと補足してくれるミートピア優しい。タオラ姫かわいそう。古谷くんめちゃくちゃかっこいいじゃん。そんなの古谷くんに失礼だぞ。まあ後輩だからあれなんだろうけど。体育会系の世界ではね。ん？あ、なんだ。隠れた小道を見つけた。行ってみようか。おお、ブレザーローブ。ちょっと買ってきてもらいましょうか、和田さんに。おお、かっこいい。ハリー・ポッターみたいですね。あ、残念ながらホークスカラーにはできないのか。じゃあちょっとホームのユニフォームみたいに黒と白にしましょうか。ホームじゃない、ビジターね、ビジター。ホークスファンとして失格だ、今のは。あー、はい。こちらに、おそらく、落ち着きの実があるということなので、行ってみましょう。最高。いいボタンで、早送りします。お腹減っちゃう。まあ、確かに走ったらお腹減りますよね。運動ですから。この4匹、もう楽勝なんで、もうダイジェストでお送りします。はい、OK です。ソテーもいっぱいもらいましたね。あ、レイが飲み物を拾った。どうしよう。まあ、僕はとりあえず飲まない選択肢はないと思ってます。飲んで。うげえ。あー、ものすごくまずい。センブリ茶だったのかな。敵がトラップとしてさ、ボトルに入ったセンブリ茶をこう置いといて、脱水症状を、森の中で脱水症状を起こした人たちをはめるためのトラップ。世界から恐怖も不安もなくなるのかな。え、急に何を。落ち着きの実を見つけたらさ、宿屋で栽培して世界にばらまいて、みんなを自分の思いのままに。麻薬王みたいな発想ですね。日本の野球では、あんまり馴染みがないかもしれないんですけど、アメリカの野球やってる子たちの間で、ちょっと問題になってるのが、紙タバコですかね。くちゃくちゃ噛むタイプのタバコですね。はい、紙タバコの話でしたよね。はい。紙タバコってなんか普通のタバコよりも直になんか、口の中にタバコを入れてるせいで、よりなんか喉のガンとかになりやすいらしいですね。あ、落ち着きの実をゲットしました。1個でいいのかな。あと、木の実っていうぐらいなのに、あんな背の低い植物に生えるんですね。まあ、姫たちのところに届けましょうか。はい。松本くんが顔の衣に着替えました。着る。うん、可愛いんじゃないかはい。では、落ち着きの身で落ち着きを取り戻してもらいましょう。川原田くんと、古谷くんと、あれ？俺たちが留守の間に一体何が起こったんだよ。って感じですね。わあ！敵とシンボルインカウントしましたね。こういったデビルですね。そうですね、弱点っぽい目玉を攻撃した方がいいんでしょうか。よいしょ。うん、まあ、今のホークスには楽勝ですね。っていうか、王様たちが襲われてないかちょっと心配ですね。わあ！おい、もう楽勝で倒しちゃいました。大丈夫だった笠谷君。敵の侵入を許してしまいました。見たこともない巨大な化け物でした。ひー、来ないで許して。バレンティンがこんなに怖がるってどんな相手だよ。たたたた、助けて。え、周りの兵士たちは助けてくれないの。私の任務はただ一つ。王様を支えることです。怪物と戦うことではありません。真面目なんだか真面目じゃないんだか、工藤か、毒。自分の選手を助けてやりなよ。体を鍛えてはいるものの、戦いは苦手なのです。どうか王様を助けてください。助けを呼ぶこととかはできたでしょう。その場で立ってないでさ。これが見たこともない巨大な魔物か？ということで、注目戦かな？やさぐれデビル。やさぐれてますね。ぶん殴って直してやりましょう。ファイヤーして、そしてナイフを投げるハリーホーク。怖い。いって、ギャー。回復料理で強ポンが回復した後に、ちょっとふりかけで自分自身を回復しましょう。井出さんは前に罠が設置してあるので。あ、挟み撃ち。これ結構強いですね。あんま魔法使いとの連携攻撃はあんま強くないですけど。ドンドン。まあいいや、いいですね。お互いにいいとこを見せたいから相乗効果で強くなってる。うわー、意地悪になった。目が邪悪だったけど、なんかテニプリでそんな目してた人にいたよね。安全地帯に行きましょう。ああ、松本が足を引っ掛けた。何やってんの。意地悪になったから、桐原赤谷になったから、あ、治った。いい人に戻った。そっか、もともとがいい人である前提なんだね、この状態以上は。ほら、フライパンでぶん殴ってリーゼント。うわー、やっぱ魔法使い趣味ないな。ふりかけでちょっと強いポン。あー、空っぽか。ここはちょっと冷静に回復しようか。回復して戦ってもらおう、他のみんなには。レイ君は自分で自分が回復できるんで、ほっといても多分大丈夫。あ、戦いの最中で愛情が深まっていく。もうレベル13になりましたね。あ、でもこれで HP 回復するんで、結果オーライです。よかった。やっぱ愛する人がいれば、なんとかなりますね、世の中。キュアで、レイ君を回復して、またスキルレベルが上がって、オッケーオッケー、粘り強く戦っております。粘り強いピッチング。クールだから攻撃かわして、回復料理で自分回復して、であとは攻撃は強ポン担当と。いいんじゃないですか。そろそろイグさんも回復してあげましょう。感謝して愛情度が上がると。ほら、ありがとうありがとう。回復薬が多いのはこういう時に役立ちますね。ちょっとふりかけで MP も回復してあげましょうか。ああ、なくなっちゃったのか。でも大丈夫、いけるでしょう。レイ君を回復してあげましょう。キュアして、で頑張れ強子、空焼きぶん殴れ、やっつけろ、ホームラン。オッケー。はあ、大変な戦いでしたね。後ろの兵士たちは本当に後ろで見てるだけでしたね。兵士とは何なのか。まあ兵士の格好してるだけで、ただの兵士かもしれないけど、警備員かもしれないけど、奴は姫の部屋。マジか。田浦さんの可愛いお顔を撮るというのか。あ、瓦が倒れていて、姫は無事か。ああ、案の定無事ではない。タウラー。なんだあの化け物は。ここ。怖いよー、助けてママー。ああ、古谷くんが北海道に帰っちゃう。姫の顔を奪った大魔王バンド。あいつは悪の塔へ飛んでいきました。はい、悪夢の塔というのが王国の近くにあったんですね。怖いけど僕は後を追いかけます。タウラ待ってて。おお、へこ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 、腰をへこらせながら、タウラ姫は僕が助ける。王様はこんな時にも食べてるんですね、ピザクック。マッチー。大きな図体があれば助けられたんじゃないの、姫のことを。あ、タウラー。悪夢の塔に顔があるってことですね。タウラくんの顔を取り戻してあげましょう。おお、ビザクック。姫のこと頼んだぞ。河原田のこともな。了解しました。俺の活躍を見せてやりたかったよ。バレンティンは活躍したのか。ということで、悪夢の塔という新しいダンジョンにやってきました。まあ、こここから結構長いんですけどね、このダンジョン。なのでちょっと大幅な、ダイジェストでお送りしたいと思います。ダイジェスト。おー、悪夢の塔。霧で廊下の突き当たりが見えませんね。行こう。まさに悪夢のような。お金欲しいな。元気だな。こんな怖そうなところで元気だな。ここ薄気味悪いよね、本当だよ。なんだか空気も湿ってるし。怖いの？まさかそんな。本当はちょっと怖い。正直だ。タオラ姫助けて、早く帰ろうよ。正義感だけはあるんですね。走ったら痩せるかな。井出さんはもう現役時代めちゃくちゃ走りましたからね。ここは最短ルートを選んで、今なんで片言になったのか分かりませんが、俺風になる。野球選手はいつも風になってんでしょうね。ああ、ここにいるのはデビルですか。じゃあダイジェストでいいかな。はい、ちょっとレイ君がさっき闇落ちしてましたけど、まあ倒せました。めちゃくちゃ不気味ですね。こうゲーム券とかもあるんですね。おお、かわいいペンギンの衣。スワローズじゃん。なんで名前、球団の名前がスワローズなのにマスコットはペンギンなんでしょうね。ずっと前から疑問に思ってたんですよね。まあいいや、これもホークスカラーにしたら完全にハリーホークになっちゃいますけど。おお、これは初めて出くわす敵かな。明治ゴブリン。まあ、メガネをかけてるゴブリンなんですけどね。魔法を唱えてくるゴブリンかな。明治っていうぐらいだからね。なぜかメガネがすごく似合ってますね、ゴブリン。こいつ。まあ、今のうちのホークスだと、ほぼ問題なく倒せましたね。はは。ハリー・ザ・ホークが増えましたね。そのうち全員ハリー・ホークのコスプレ集団になったら面白いですけど。これは初めて会う時だっけ。いや、前にもあったな。あ、新しい技エクスプロージョン。いいですね。なぜか叫びたくなる。エクスプロージョン。ジョンの部分を強くして叫びたくなる。なぜかわからない。この素晴らしき呪文を覚えたからにはね、神からの祝福ですからね。この魔法使いという職業は神からの恵みですからね。はい、だいぶざっくりめの、ダイジェストでお送りしたと思います。こちらの塔頑張って裏で登っていきました。さあ、頂上には誰が待つのか。行こう。あ、川原田くんがいる。田浦姫、うおー、頑張れ頑張れ。うおー、田浦将軍来た。これ、うおー、胸叩いてる。姫の顔返せ。ゼロ、効果がない。なんて美しいの。独り言をつぶやいてる。もなく全然聞いてないけど、大魔王様にいただいた顔。そうですね、可愛い顔してますよね、田浦君は。この顔は私のもの。相手にもされてませんね、川原田君。こんなへっぴり腰じゃ全然力出ないでしょ。絶対に返せないわよ。ああ、パンチ一発で河原田ノックアウト。くー。さあ、ボス戦です。田浦将軍、僕はホークス縛りでやってるから、このボスの顔は田浦君になったんですけど、本来マリアンヌ姫って多分可愛い女の子をキャスティングすると思うんですよ。自分の知り合いの可愛い女の子がこうなるっていう想定で、このモンスターになるという想定でね、配役してるということは、この任天堂のちょっと意地悪さみたいなのが出てますよね。MP ケチった。 MP ケチって勝てるか。ギャー、めちゃくちゃ食らったんだが避けて。オッケーオッケー。動きは遅いみたいですね。はい、ふりかけで回復して復活。お、罠の仕掛けだ。これ強いですね。さあさあ、今の一旦ね、これだけしか効かないか。最低8ターンぐらいかかりそうな感じの HP。挟み撃ちでどんどん。どうだ、マイペース。お、やる気だ今度は。本当に情緒不安定。42。うわー、なんという全体攻撃。フルスイングじゃないですか。守備がもろい和田さんから回復してあげましょう。攻撃は、お、新しい技、激辛料理。こんなのがあったんだ。これを和田さんに食べさせて、辛くて火吹いて、それがそのまま攻撃になると。あ、堪忍袋が爆発しちゃったよ。バトル中にムカムカ行動とか気取られてんじゃん。気取られて油断をつかれて、あー、大ダメージを食らってしまった。好き行動、敵討ち。ムカムカしてる相手がお前の敵を取ってくれたぞ。レイ君は人格者だな。グッファイヤーか。とりあえずちょっと危ないので自分を回復しましょう。ほら、いいね。オッケー。罠に引っかかって時間を稼いでくれ。せっかく海野くんが来てくれたんだけど、ここはちょっと回復させて。オッケー、プラス1。おお、危ねえ。フルスイングが当たるところだった。回復料理を井出さんに渡して、オッケーオッケー。いい感じで回ってます。死なずには回ってます。そしてスキレベルが上がったことによって体力も回復と好循環。さあ、ここは回復グッズで回復しましょう。バナナ。あ、ムカムカ行動、割り込み。ボス戦中に何やってんの。しかも敵を打ってくれた人だよ、わだっち。珍しくやる気だ。情緒が不安定だ。 MP をケチったり、おお、やっつけた。やる気になったり、情緒不安定ですね。ありがとうございました。丁寧にお礼を言う。田浦くんできてますね。大幅に経験値をもらってみんなのレベルもアップです。パニッシュメント、この経験値は主人公にあげましょうか。ノー、風を聞いて大地形で君の中に光ともす